今回は水溶液について細かく見ていきます水溶液とは何かというとそのまま読んで字のごとくですが水に物を溶かして作った液体のことこれを水溶液と言いますでは一体どんな水溶液があるのかというと例えば水に食塩を溶かして作った水溶液これのことを食塩水また水に砂糖を溶かして作った水溶液 こういうことを砂糖水普段の日常では砂糖水って言い方をしますが理科では砂糖水と言ってまとめておきますこういうふうに水に食塩とか砂糖のような固体塊を溶かして作る水溶液これが一番イメージしやすいかと思うんですが他にも気体や液体を溶かして作った水溶液というのもあります例えば気体の二酸化炭素これを水に溶かして作った水溶液 これのこのとを炭酸水よく飲み物で炭酸と言いますがそれを理科の名前で炭酸水と言いますまた酢酸あまり聞き慣れないかもしれませんが我々がよく使うお酢台所にあるやつですねあれは酢酸というものを水で薄めて作った酢酸水溶液というものですあれは酢酸といういわゆる濃いお酢これを水に溶かして水で薄めて作ったもの それが身の回りにあるオス、酢酸、水溶液これもこの考え方でいくと水溶液の仲間に入りますこういうふうに水に固体や気体や液体こういったものを溶かして作った水溶液について見ていきますただこの後言葉で一つ注意しておきたい言葉があるので合わせて書いておきますこの食塩とか砂糖とか二酸化炭素とか酢酸のように しっかりした物質一つのものだけで,できた物質こういうのことをまとめて純物質対してこの水溶液として出てきている食塩水、砂糖水、炭酸水これは食塩と水砂糖と水のように二つ以上の物質が合わさってできていますこういったこっちの仲間こういうのことをこれを 混合物と言って、理科の世界では区別していきます。まあ、こういう水溶液、これが今回見ていく内容です。続けて、水溶液のルールについて見ていきたいと思います。水溶液。もう水に。何か物を溶かして作った液体のことなのですが。この溶かす液体の部分。 水ですねまたそこに溶かすものこれ両方ともしっかりした理科の呼び名がありますこの溶液を作る時のこの液体の部分これのことを溶媒そしてそこに溶かすもののことをこれを溶質というふうに言います だから、すごい細かい言い方になりますが。食塩水というのは。水を溶媒として。そして、食塩を溶質として作った。水溶液ということになります。で、この。全体。この溶媒に溶質を溶かした、この全体のことを、これを。水溶液。また、たまに水じゃないものなんですね。水じゃないものに溶かして作った場合は。水を外して。 溶液というふうに呼んだりします。で、これじゃあこれ溶かしたものを全部水溶液と呼べるのかと、そうではなくて二つ水溶液と呼ぶためのルールがあります。何かというと一つ目は透明であることなんです。濁った感じで反対側が見えないようなものは水溶液というのは言いません。なぜかというと濁っているってことは水の中に大きなものが浮かんでいるから。 というふうに考えますまた水溶液と呼べるのはずっと濃さが同じものだけです時間が経つと下の方に何か沈んでくるこういうものは水溶液とは言いませんだから身近なもので言うと牛乳あれ水溶液とは呼ばないんですねなんでかと水溶液透明なものって言いましたが牛乳は透明ではないです 反対側を透かしてみることができません。はい、こういうふうにこの簡単な水溶液についてもしっかりしたいろんな言葉があったりします。水溶液というのはこの。液体の部分溶媒、ここにもの。も溶質を加えて作ったもののこと。でさらに。透明で。ずっと濃さが同じものを指す言葉。 では、この水に物が溶けるときどんな風に溶けているのかっていうイメージを見ていきたいと思います。水の中に今。物を入れました。まあ、砂糖でも塩でも何でも構いません。で、これしばらくすると水に溶けるんですが、水に溶けるというのはどういうことかというと、この水の中に入れた。この具のようなもの。これが水の。 中に散らばるこういうことを私たちは溶けるというふうに言っていますだからこれ水の中に散らばっているだけなのでこの水に塊を入れた時としっかり溶かした後これ質量は変わりません今まで固まっていたものが水の中に散らばっていっただけなのでこの 前後で質量グラムは変わらないんですね。またじゃあ体積はどうかっていうと実はこれも変わらなかったりするんです。なんでかというとこの溶けるときに水ちょっと隙間があるんですがこの物を溶かすときに物が水の隙間に入り込んでいくだけなのでこの体積大きさは変わらなかったりします。 こういうふうに物が溶けるというのはその物が水の間に入り込むということを意味していたりしますだからこの水溶液溶けた後のもの虫眼鏡でじっと見るとかしても溶けているものを溶質と言いましたがそれを見ることはできませんしこの露子というものを使って上から注ぐということをしても この水の中に入り込んでいる粒一緒に下に下出てきてきしまいまいす、まあ、こういうふうにこの水溶液っていうのはこの物溶質が完全に溶媒の中に散らばっている状態を表しているこれがこのイメージですでは今までの内容を踏まえて問題に入っていきます。練習の1番 砂糖を水に溶かすと砂糖水ができますこれについて次の問いに答えましょうというものです1番砂糖のように液体に溶けている物質を何というかでしたこの水溶液水に砂糖を溶かしたものなんですがこの溶かす液体そしてそこに混ぜるもの両方に名前がついていました こ1番このの液体に溶かすものこれのことを何というかというとこれは具のようなもの溶質というふうに言いました。対して2番このように水のようにこの溶かす液体の部分のことを何というかこれを溶媒 言いましたでこの水溶液もちろん水に砂糖を溶かしたものを表す言葉なんですがしっかり理科っぽい言葉で言うとこの液体溶媒に砂糖溶質を溶かしたものだという言い方になります。ででは番番ににききます3番今ます今見てきたようにこの 溶媒という液体に溶質を加えてできたこの全体のことを何と言いますかという問題ですこれ全体のことを水溶液もしくは水に限定しない場合は水を使わずに溶液でも構いませんはい、こういうふうにこの水溶液これは溶媒を水として そこに羊質を加えて作ったものを指す言葉でしたでは続けて練習2に入っていきますいろいろな物質の見分け方について次の問いに答えなさいという問題です括弧1番水や酸素のように純粋な物質一種類でできているものを何というかという問題です これ物質の分類に関わる問題なんですがこういうふうに純粋な物質一種類できているもののことを理科の世界ではそのまんまですが純粋な物質、純物質というふうに言います続けて括弧 ② 番これ括弧 ① と対になる問題です括弧 ② 番は炭酸水や空気のように2種類以上の物質が混じり合ったものを何と言うかという問題です炭酸水というのは 水に二酸化炭素を溶かしたもので、空気は我々の身の回りにあるものですが窒素とか酸素とかいろんな種類のものが混ざり合っていますこういうふうに二種類以上の物質が混じり合ったものこういうのことを理科の世界では純物質に対してこういうふうに言います混合物この純物質と混合物この二つ区別したいと思います では続けて ③ に行きます ③ 番次の物質のうち括弧 ① の純粋な物質これ純物質ですがそれに当てはまるものを全て選べという問題ですここにアンモニア砂糖水アルミニウムエタノール炭酸水とありますがこん中から純粋な物質はどれかという問題なんですがこういう問題の場合純粋な物質を選ぶのではなく2種類以上の物質が混ざった 混合物を選んでいくと分かりやすかったりしますじゃあこの中で二種類以上の物質が混ざっているものどれかと言いますとこれイの砂糖水これとオの炭酸水この二つが実は混ざり合っているというのが名前から簡単に分かります砂糖水というのは水に砂糖を溶かして作った水溶液もうこの字で水と砂糖と二種類以上の物質が入っています同じく炭酸水 まあ炭酸という言い方をする人もいますがこれは水に二酸化炭素を溶かして作ったものだからこれ水と二酸化炭素と2種類以上の物質が入っていますこの2つがいわゆる混合物で今回の問題は混合物ではなくて純粋な物質を答えろなので「イ」と「オ」以外の「ア」のアンモニア「ウ」のアルミニウム「エ」のエタノール この三つを答えることになります今回の正解はあとウとエですこの純物質と混合物の区別よく出てくるので押さえましょうでは今回のまとめに入っていきます今回のテーマ水溶液でした もちろん水に何かを溶かして作ったもののことを水溶液というんですが実はもっと細かいルール呼び名がありましたこの水に砂糖を溶かして作った砂糖水これを考えますがこの水にあたる部分これのことを溶媒そして溶かす砂糖具ですねここにあたるもののことを溶質というふうに言いました。 さらに水溶液と呼ぶには2つルールが必要で出来上がったものがしっかり透明になっていること濁っていて反対側が見通せないようなものだと水の中に大きな粒が浮かんでいるそうすると水の中にしっかり溶け込んでいるとは言えないよねというのに水溶液とは呼びません。またこのしばらく置いておいてもずっと濃さが同じこうでないと水溶液とは言いません。 水溶液とはイメージ出てきましたがこの水の中に具がしっかり散らばっている状態を表す言葉でした水溶液はこの溶媒に溶質を加えて作れるものでそして透明でずっと濃さが同じものを指す言葉でしたでは次回の授業内容の予告に入っていきます次回のテーマは 溶解とろ過でした今回この水に物を溶かすということを見ていきましたがこの溶かす溶けるということについてもう少し細かく見ていきますあと合わせてこの水に何かを溶かしたものその中に粒が残ってしまったときその粒を取り除く方法としてろ過という方法を使いますこの ものが溶けるということ、そしてこのろ過、この二つを次回見ていきます。